上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらカゴメのクラフトジュース GLEN さんのいう商品の、まずこちら種まで試しのキウイとほうれん草、そして皮ごと丸かじり赤ぶどうとビーツ、もう見比べてみたいと思います。どちらも美味しそうですね。クラフトでなんかコーヒーとかで聞きましたけどジュースでもあるんですね。ではまずはキウイの方から飲んでみたいと思います。ちょっとキウイのあの甘酸っぱそうな香りしてきましたね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。果汁は確かに感じることができたのですが、中にちょっと果肉が入っていて自分はザラッとしたあの感触はあまり得意ではないのでちょっとうんな感じでした。でキウイの方は青臭さはなくあっさりと飲むことができましたが、ブドウの方は甘酸っぱさを感じることができました。なので美味しくはあるんですが、やっぱりあのザラッとした感じはどうにも何でもありました。でどちらかといえば自分はブドウの方がおすすめですので、これをこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたら、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。